改めましてこんにちは。ここからは交換時に生じた破損に関する紹介です。パート26、前回のパート27、それと今回紹介した録音用の動作確認を終えて、次の条件で動作を見ていこうと、自作 CPU クーラーをマザーボードから一度外そうと思った時に、金属ブロック部の銅板とポリカイタの接着がダメになり、外れちゃいました。まあ解体前に CPU クーラー内の水は取り除いて乾燥済みだったので、漏水とか起きず PC パーツは無事でしたけど、銅板が CPU にくっついたまま、パイプ部とポリカイタが外れちゃったので、CPU クーラーがすっぽんしたってことになるんですかね。インテルの CPU しか触ったことがない私としては、CPU すっぽんは聞いたことがある程度の話だったんですが、まさか自作 CPU クーラーでも、それっぽい体験ができるとは思いもしませんでした。ひとまず剥がれた銅板とポリカイタを見てみましょう。銅板は綺麗さっぱりな感じ。コーキング剤は全く残っていません。一方でポリカイタの方にはコーキング剤が丸々残っていますが、ところどころ剥がれかけているのか隙間があります。というか残りカスみたいな、ちぎれた跡みたいな、細かな残留物があまり見られません。塊のまま剥がれた感じです。コーキング剤みたいな接着剤を剥がすと多少残りカスができる覚えがあるんですが、なんか得意な気がします。そういえばこの状況になってからコーキング剤やらシーリング剤について調べて知ったんですが、用途や場所によるんでしょうけど、コーキング剤とかでもプライマーで下地を作るってマジですか？やってないんですよね、これ。手持ちのコーキング剤しか使うことがなかったので、気にしたことがなかったんですけど、コーキング剤が固まった時はしっかりと接着できていて、指で押し剥がそうとしても動かなかったので、最初っから接着不良って感じではなさそうですが、どうなんでしょう。それとも接着できた当初は大丈夫でも、CPU クーラーとして使用、動作させてから不具合が生じたんでしょうか。マザーボードに固定する際にバネで圧迫するみたいに力がかかったから、それとも CPU によって加熱されたから、圧力に関しては、とはいえバネですから大した圧力ではなさそうですが、そういえば1週間くらい固定しっぱなしでした。長時間、圧縮状態です。小さな力でも長時間だとまずいこともありますし、確証はありませんが良くなかったのかな。熱に関しては、このコーキング剤の耐熱温度は120、150、200°C、様々な情報があったので正確にはわかりませんが、CPU 冷却としての最高温度は高くても CPU 本体の 100°C でしょうからこと足りるでしょう。というか実際にこれまで使ってきた温度範囲だと CPU 温度が高くても 80°C くらいだったので、発熱体じゃない銅板、コーキング剤、ポリカイタは 80°C 以下のはずです。正直熱の影響は小さい気がします。今のところ気になるのはプライマーを使わなかった点と長時間の圧縮状態ですか。プライマーの有無の影響なら使っておけばいいんでしょうけど、長時間の圧縮状態がまずいとなると厄介ですね。マザーボードに CPU クーラーを固定する上でこの部分に圧縮方向の圧力がかかるのは不可避じゃないですか。それに CPU クーラーとして動かすことになったら、基本つけっぱなしですし。もしかするとプライマーの効果も加われば、長時間の圧縮状態でも耐久できるかもしれませんが、正直、コーキング剤に対してどのくらい信用していいのかわからなくなりました。まあそんなわけで次回の動画からは改良された金属ブロック部でお送りする予定です。現状のコーキング剤の役割は接着とシーリングなんですが、接着は別のものに任せる案か、もしくは根本的にコーキング剤を使わずに済む構造にする案、2案を用意しようと思います。まだ実施していないので妄想な話なんですが、一つ目の案はポリカイタを銅製に変更して、接着はハンダ付け、シーリングはコーキング剤、みたいな感じを想定しています。このためではなかったんですが使える銅板があったので、これを今のポリカイタみたいな形状にして使うつもりです。ハンダなら、いけるでしょ、接着、強度についてはコーキング剤よりか信頼できそうです。二つ目の案は、金属ブロック部を1枚の銅板だけにする、ちょうどこんな感じです。これまでは2枚の板で金属ブロック部を構成していたので、単一の銅板にして接合部を減らします。というか今映っているのは先ほどの銅板なんですが、この銅板はこの目的で用意していました。でしたが取り付け用のボルトを銅板側から付けたら、CPU のマウントパーツに干渉しちゃって、ボルトを付ける方向を逆にしようとしても、この状態の銅板ではもう対応できなかったので、この銅板は一つ目の案に回して、また別の銅板で二つ目の案を実施できるように準備していこうと思います。
てかあの2つの金属ブロック部を用意します。それぞれメリットデメリットがありまして、使い分けていきたいので、両方作って両方使います。そんなわけで次回の動画はその金属ブロック部の改良をささっと紹介して、次回から検討を再開する予定です。次回動画は内容が金属ブロック部の改良だけなので、数分くらいに収めます。で、次回はこれまで通りの検討なんですが、ここについても少しお知らせです。前回パート27では、次の検討は沸騰だーみたいな話をしたんですが、やっぱり放熱をやります。水冷の準備が思ったよりも早くできた、というか大体の水冷放熱策ができました。なので当初の予定通り、放熱のネックを解消させてから沸騰の変化を見ていきたいと思います。この動画の制作時点では組み立て前なんですが、うまくいけばいいな。組み立てもですが、放熱のネックも解消できるかな。いろいろとわからないことだらけですが、まあ気持ち満足できる程度は準備したので、あとは実践して確認していきます。そんな感じでやっていこうと思うので今後ともよろしくお願いします。ではでは今回はここまでです。ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。